はいさんこんこにちはカイカイです今回の動画では UE5 について、まあ、いくつかの新しい情報が出てきたのでそちらについて押さえていこうと思います、まあ、次世代のコンソール上でどういうふうに運用できるのかとかねそういうことがある程度解説されているのでそこを目に押さえていきますでえかなり詳しくこの動画においてえ話してくれてるんですよ Hi. であの基本的にめちゃくちゃ開発者に向けて深いことばっかり言ってて、えー、私みたいな人が話したところで解説にもならんし何もわからんし私の動画を見るような人は多分こういうの興味ないと思うんで、えー、UE5 が次世代でどういうふうに運用できるのか 60fps は実現できるのか実現するとすればどういうふうにでどういうふうなことをして実現できるのかっていうことにメイン。 もうメインにして話していこうと思います。あのもう40分あるんですよね、この動画。で、それ全部押さえてたらもうどうしようもないので、すでに、えー、私がいくつかこれを確認しました。<laughs> さっきのは見なかったことにしよう。はい。まあとにかく、 えー、私がまあ軽く見てますので、えー、そこからね、かいつまんで話していこうと思います。それと、この動画の最後に一応コメント返信を予定しております。あの、うちのコメントにね、面白いコメントがついてたので、押さえていこうと思います。はい、じゃあ入っていきましょうか。とりあえず、えー、ナナイトとルーメン、この2つがね、あの UE5 において自慢されていた、まあ、新機能の部分。 一応他にもね、えー、自慢されていたものがあったんですけども UE5 のテックデモにおいて、えー、とりあえず一番自慢されたのが7 i トとルーメンこの2つの技術ですでこの2つについてまず話していきましょう7 i トのパフォーマンスについて、えー、一応現状現状というか UE5 のテックデモにおいて運用されていた7イトっていうのは、まあ、どういう風に使われていたのかというとダイナミックレゾリューションっていうのを利用していて、まあ、解像度が リアルタイムに処理能力に合わせて変化していく技術です。これを利用していて、まあ、およそ平均 1404p という、まあ、解像度でやっていたと。で、これを、えー、テンポラル、テンポラルだったかなテンポラルアンチエリアスアップスケーリング。まあ、t a u ですね。これを利用して 4K にして、えー、排出。排出出力していたとのことです。ちょっと失礼します。こちら、編集開会です。あのー、 1>, 1個だけ編集中に気づいたことがありましてそれをここで付け加えようと思いますこの平均 1404p でレンダリングしているとの話ですがこれってまあ平均値であるとはいえかなり変な解像度なんですよねで普通変な解像度であのレンダリングってしないんですよだいたい 1440p であるとか 1800p であるとかそういうね、えー、広く利用されているような解像度でレンダリングをしてからアップスケーリングするものなんですけどもあのダイナミックと言っていてまあおそらくですけども 細かく変化させていいるんだと思いますで考えてみるとこれってナナイトっていう技術と非常に相性がいいと思ったんですよね要はナナイトはまあリアルタイムで、えー、最適な解像度のテクスチャであるとか、えー、ジオメトリであるとかそういうものを読み込む技術じゃないですかでこのダイナミックレゾリューションスケーリングっていうのが、えー、必要なパフォーマンス えー、不足しているパフォーマンスそういうものを素早く計算して、えー、それに応じて最適な解像度に常に変化させていく技術じゃないですかそれってやってることはまあ、あのー、違うんですけどもその背景にある、まあ、理念とでも言いましょうかはナナイトと一緒なんですよ要はパフォーマンスであるとか、えー、データ量であるとかそういうものに応じて常に最適な解像度のものを読み込んでいくそしてこちらが えー、そのパフォーマンスに応じて常に、えー、最適な解像度にするこの2つって非常に相性がいいと思うんですよ、あのー、普通変な解像度でレンダリングしないっていうのは例えばテクスチャの解像度がうまく合わなくて画質が下がってしまうとか、えー、そういう要因がいろいろあると思うんですけども7ナイトとこのダイ,ナミックダイナミック解像度を組み合わせることによって、えー、アップスケーリングにおいて画質が低下してしまう一つの要因をそれだけで潰せると思うんですよね えちょっとした気づきですが、えー、編集時に気づいて、ちょっと今のうちに入れておこうと思いました。えー、それじゃあ本編に戻りましょう。で、7位とがパフォーマンスにどういう影響を与えるのか。まあ、とりあえず、あのー、今まで通りのレンダリングテクニックを用いたものと比べて、えー、そこに7位と上乗せした場合、えー、G バッファーにおいてアウトプットがおよそ4.5ミリ秒遅れるとのことです。で、ここで何のこっちゃって分からん人のために軽く解説すると、 えー、フレームレートっていうのは直接測定できるものではありません基本的にフレームレートっていうのはまずフレームタイムを測定してからそれをまあなんというかひっくり返すことによって、えー、フレームレートが計算されるんですよでフレームタイムっていうものはレンダリングされた映像のうちある一つのフレームがどれほどの時間画面上に表示されているのか、まあ、次のフレームを出すまでに何秒かかったのか っていうものの指標ですで例を挙げるならば例というかこの 4.5mm 秒がどの程度のものかを理解するために軽く指標を渡すならば 30fps の動画もしくはゲームまあどっちでもいいんですけどもはフレームタイムが3 3ミリ秒ですで 60fps の場合は1 6 6ミリ秒です なので、この4.5ミリ秒上乗せっていうのは、まあ、例えば 60fps の動画があったとして、まあゲ,ームまあ、ゲームを例にしましょうか、えー、60fps のゲームがあったとして、えー、それはフレームタイミング16.6ミリ秒です。えー、そこに4.5ミリ秒足したとすると、えー、21ミリ秒になりますよね。で、この21ミリ秒っていうのは、えー、16.6と33の間でどちらかというと16.6に近い方、まあ、なので、おそらく50から 55fps 程度になると思います。 要はパフォーマンス的には 60fps が50から 55fps まで下がる程度のパフォーマンス低下というふうに言えると思いますでまあ最大4 5ミリ秒程度ですので非常に処理しやすい場面においてはそうですね、えー、例えば 60fps が、えー、5 0 5から 58fps ぐらいまで下がってしまうとかね、えー、そんくらいのパフォーマンスに抑えることはできるとは思いますが、どちらかというと理想的な状況としては、えー、そうですね、例えば 120fps の映像があったとしましょう。で、この 120fps っていうのは、えー、16.6の半分ですから、8.4になるのかな ?8.444? えなので8 4ミリ秒なんですよねフレームタイミングがでこれに4 5ミリ秒を上乗せすると8.4たす4.5がえ13程度13っていうと16.6よりも低い要はフレームレートに換算してると60よりも高いんですよなんで 120fps の映像がまあ多分 80fps から 100fps の間になってしまうんですよね、まあ、そんな感じでえパフォーマンスの低下っていうのはフレームレートが あまり高くなければ許容範囲であるとただフレームレートめちゃめちゃ高くなってくるとこの4.5ミリ秒っていうのは相当な、えー、パフォーマンスヒットになっておりますのでそれはちょっと苦労してくるかなと 60fps 運用の前提であれば、えー、そこまで気にする必要がない程度のパフォーマンス低下だと言えると思いますで、えー、ここで書いてありますけどもまあ、6 0 FPS のゲーミングを想定しているなでは、えー、十分に許容範囲内のパフォーマンス低下であるというふうにね、えー、UE5 を制作した誰だ、まあ、エピックゲームズ、エピックスゲームズ自身も、えー、60fps ゲーミングであれば問題はないというふうに評しておりますで。先ほどの例を見るならば、120fps でも可能っちゃ可能だけど、えー、現実的差は下がってしまいますね。 この4 5ミリ秒上乗せっていうのはだいたい 240fps から 120fps に低下してしまうぐらいのパフォーマンス低下ですのでそうですねあの単純に7イとを利用して 120fps でゲーミングをしたかった場合7イとを利用せずに 240fps 出力で出力できる程度のパフォーマンスが必要だというふうな単純計算になりますのでまあ相当ですよね。 ただ、7トを利用することによるグラフィックの向上っていうのは相当なものですので、それだけの価値はあるかもしれませんが。あとは、ダイナミックレジオリューションスケーリングを利用して、1 4 0 p 平均、平均 1404p でレンダリングして、それを 4K にアップスケーリングしているのとのことですが、あの、一応7トを利用することによって画質は非常に上がっていて、 画質の向上と解像度の低下が打ち消しあってむしろ画質の向上が勝って、えー、ネイティブ4 k 7イとなしよりかは映像きれいになっていると正直思いますがやはり一番きれいな映像を出力するためには 4K かつ7イとこれが一番理想的な状況だと思いますなのでパフォーマンスの向上があれば、えー、ネイティブ4 k 7イトっていうのをね、えー、十分に可能だと思います 一応ね、あの、この前と後に、まあ、いろいろ最適化を予定してるとか話してくれてるんで、7位と単体の運用であれば、普通にいずれ 4K60 の運用は可能になるかと思います。もう少しハードウェアが強化された、例えば PS5 プロ、そういうものが出てきた暁には、4K127 位とあり、そういうものね、十分に運用可能というか、実現可能な範囲だと思います。 で続いては7ナナイトのメモリパフォーマンスについて話していきましょうとはいここですねでこの7ナナイトは、まあ、要は超巨大なアセットを導入してそれを利用することに真髄のある技術ですがやはり超巨大なアセットっていうのはデータ量にしてもねものすごく膨大なものになってしまいますそれを何とかして利用するためにはやはり強力な圧縮技術が必要になって 7 i、えー、イトの巨大なデータセットっていうのは、えー、ランタイムの圧縮、えー、ディスク上の圧縮、そしてストリーミング、これらを利用することによって実現できているというふうに話しています。まあ、ランタイムの圧縮っていうのは、多分、えー、ここの部分ですね、メモリ上で圧縮していると。まあ、メモリに搭載されているものはすべてランタイムっていう認識でいいと思います。で、ディスク上での圧縮は、えー、PS5 がすでに発表しているクラーケン形式であるとか、あと利用されそうなウドルテクスチャであるとか、そういうふうな圧縮技術を利用している。 っていう風な話だとは思いますが、このランタイム圧縮っていうのが、メモリ上でのデータ圧縮、メモリ上でデータ圧縮することによって、えー、いろいろな超巨大アセットを読み込みながら、その超巨大アセットを使うまでは、めちゃくちゃ小さくしておくことができる、そういうことだと思います。どれくらい小さくできるのかっていうと、あの UE5 のテックデモにおいて、ストリーミング中のデータはすべて768メガバイトのプール内に抑えていたと。1ギガバイトも使っていなかったというね、えー、恐ろしい話です。 おそらく、まあ、どれくらいの予測範囲なのか分かりませんけども、えー、使いそうなデータっていうのはさっさと、えー、大きいままメモリに読み込んでしまってただし圧縮されているから768メガバイトで収まってしまうでそれをまあダイナミックにダイナミックというかリアルタイムで展開したり圧縮したりし直すことによって、えー、必要な大きさのアセットそれを利用していくってことだと思います。 で、ここに書いてある通りですが、まだまだ最適化はしている途中で、えー、このディスク上の圧縮においても、まだまだ、えー、アグレッシブな圧縮は可能だと思っている。なので、もう少しこの技術が発展して、圧縮技術も発展すれば、かなり細かく収めることができるだろうと。で、ちゃんとした数字は確認できなかったんですけども、えー、UE5 上で、 あのテックでもめちゃくちゃサイズでかいだろうっていう風に話されていましたが、えー、強力な圧縮などを加味すれば意外とね、えー、まあそれとなくそれとなくというか大きめなゲームなのは間違いないとは思いますけどもそんなね、えー、途端に何百ギガバイトと使うような話はないんじゃないでしょうかこれすでに数字が出てたらちょっと申し訳ないですけどねで続いて話していくのが、えー、ルーメンですね はいここですね、えー、ルーメンが、まあ、どういう技術なのか皆さんすでに把握していると思いますし、まあ、ダイナミックなグローバルエリミネーションの技術であるというふうに、ねまあ、漠然とエピックゲームズも表現しておりますが、まあ、いろいろここでは詳細について話してくれたんですよ。ただ、詳細というよりかはあのどういう場面で利用できるのかとかね、えー、そういうこともかなり教えてくれたんですが、かなり開発者向けの部分だったんで、えー、それはスルーしまして、このルーメンという技術が フレームレートに対してどういう影響を及ぼすのか、えー、そういうことですね。で、ここで話しているのが、次世代コンソール上で、えー、30fps、最大 30fps で運用できているという話をしています。えー、とりあえずターゲットとしては 60fps を予定しているが、現状は30しか利用できていないという話です。で、ここからわかるのが、おそらく7位との技術だけであれば、あの UA5 のテックデモは PS5 上で60出せていたと思います。それがわざわざ 30fps まで抑えられていたのは、 おそらくこのルーメンという技術が非常に重いからだと思いますこのルーメンという技術が、まあ、30以上出せるようになるまでは UE5 で7、えー、ナナトとルーメンそれを両方利用して 60fps のゲームを作るっていうのは不可能だと思いますまあとりあえずターゲット 60fps っていう話もしていますし、えー、この動画を通してずっと最適化はまだまだ可能である、えー、目処も立っているという,ふうな話をしているんで PS5 と Xbox シリーズ X が出る頃もしくは u e 5が出る2021年の、えー、いつぞやぐらいにはもしかしたら 60fps 出せるようになっているかもしれませんけどねあともう一つ言ってるのが鏡の反射はまだ開発中であると一応、えー、光の拡散であるとか粗い物体上での光の反射そういうものはね、えー、できるようになっているが滑らかな物体に綺麗、えー、に反射させるっていうのはまだまだ開発中の技術であると いいうことらしいですあとはパフォーマンスの軽量化だけでなくグラフィックの構造っていうのもねまだまだ可能だそうですまあ一応 UE5 で UE5 自身デモが出てきてはいるんですけどもまだまだ開発中なので、えー、その辺のねことだと思いますあとここですねここが一応開発者にとってはかなり嬉しいとこなのかなオプションをかなり導入して、えー、いろいろなプラットフォーム上で制作するにあたってまあ これはこの動画内で既でに出てきていた話で、ちょっとまだ押さえてないんですけども、えー、エピックが言ってたのが、ゲームを毎度毎度作り直すのはバカバカしいと。だから、1回だけゲームを制作して、えー、その1回をいろいろなプラットフォーム用に出力する、そういう技術はまあ,まあ,あると思うんですけども、それをより簡単にしたい、滑らかにしたいというふうに話していて、それの一つがこれだと思います。このルーメンという技術は別にハードウェアリートレではないので、 あのパフォーマンスさえあればどんな機でででも利用できるんですよなのでここでは反射の回数であるとかそういうものをパラメータ化することによってグラフィック品質とパフォーマンスの量これらの兼ね合いを開発者自身が選択できるそういうふうに話していますもしかしたらこの 60fps 予定っていうのもあのルーメンを利用しつつも設定をかなり下げることで 60fps すでに実現可能なのかもしれませんただ その場合は、グラフィックがどういう風な、綺麗さがどういう風になってしまうのかは、ちょっとわかりませんからね。で、ずっと言ってたのが、多分、ナナイトとルーメンの技術以外は、すでにほとんどフォートナイトに導入されているのことのこと、かなりカオス物理エンジンとかのね、えー、自慢もあったんですが、あとナイアガラの、えー、パーティクル効果、そういうものも自慢していたんですが、まあ、その辺もね、す、え、で、ー、にフォートナイトに導入されていることなので、とのことなので、えー、UE5 用の技術ではないなと。ただし、 次世代に、次世代危機器においても、より強力な、そういう部分での、えー、なんと言いましょうか、効果が、えー、期待できると思います。まあ、この動画はかなり、7糸とルーメンに絞った動画となりましたが、えー、そんな感じです。じゃあ、最後に、ちょろっとコメント返信していきましょうか。と思ったんですが、えっと、ちょっとこれ見てください。ちょっとズームインしようか。あのー、ここでね、 あのなんか変なコメがあるので、カイカイさんがこの,つこのことについてネタにしてほしいっていうコメントがあって、ああ、じゃあやろうかと思ってのこの部分だったんですが、えー、それに返信にね、ネタにしていただけるんですかこんなありがたいことはないです。ぜひとも裏読みイコールロードが演出でありロードではないという議論を動画にしてください。興味深く拝聴させていただきますというふうに言ってるんで、いや、本人が乗り気なら、俺もやるぜ。あのー、はい。まあ この方が言ってる通り、えー、議論を動画にしてくださいと。まあ、なので、一方的なバッシングとかでは絶対になく、えー、双方の、なんと言いましょうか、主張を取り入れて議論できたらなと思いますんで、じゃあ、私はとりあえずこの動画を閉めて、えー、その辺の情報収集に入っていきましょうか。あのー、こういうね、コメント返信系のやつで本人が乗り気なのは、めちゃくちゃ珍しいので、ちょっとね、ワクワクしてきたぞ。えー、では、じゃあ、 ちょっと私も情報収集に入っていきますんで、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、ぜひ、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。他の動画いろいろとかね、えー、コメントじゃない、えー、動画説明やるんで、それをご確認くださいといったところで、じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ